鉱山も終わったし拠点を作りたいところだが、その前にマップが欲しい。サトウキビ探しに行くか。ちょうど夜明けだし丸一日散策できるな。というわけでレッツゴー。見なかったことにしよう。いて。ちょ、どうするよ。あ、燃えた。横へ逃げましょう。あ、ちょっと、燃えたまま入らないでくれるか。匠だけだな。あーもう弾けちゃったよ。穴埋めておこう。さあ、サトウキビ探しに行くか。お、あれは、それっぽいな。っていうかもう確定だな。あっちゅう間に見つかってしまった。これでもう傷が作れるな。あれは、またまた発見してしまった。サトウキビ畑が作れるな。牛もいる。殺戮しよう。おお、気が燃えてるぞ。マグマのせいか。こいつは何なんだ？あ、マグマダイブした。やはり一匹殺して確かめよう。帰るか。庭先だ、ただいま。そうだ、拠点を作る前に庭先に松明を置いておこう。ここは何なんだ？坑道っぽいな。今度行ってみよう。
次は取ってきたサトウキビを植えるか。これでよし。さあ、アイテム整理して地図を作ろう。食料とかは別のチェストにするか。さっき倒したのはウサギだったようだ。紙を作って地図を制作しよう。あ、紙が足りない。畑からちょっと間引いて、こんだけあらいいか。地図があれば便利だろうと思ったけど、まあでも遠出するならコンパスでもいいかな、などと思ってみたり。まず紙を作って、コンパスの周りを紙で囲えば、できた、念願の地図ですよ。早速使ってみるよ。おお、これがこの辺近辺か。回ると自分の印も回るのな。すごいすごい。使わないと手前に持ってくるのか。なるほど、これが地図か。うわぁ、地図できたぞ。リスボーンの中心で愛を叫んだぜ。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。